時は来たということで、新ダウンロードコンテンツのファイヤープロモーターをやりたいと思います。いや昨日夜中待ってたんだけどね、結局できなかったっていうね。クリエイト団体で始める、でノーマルしますか。16団体加えられんの？団体17。うわ、他の団体混ぜれねえのか。戻る。クリエイト団体でやって16団体。なるほどな、これ外さんといかんのか。参加団体の変更、はい、徳川さんとインパクトさん。ん？あれ？お！フリー使い。あれ？いきなり止まったよ。いきなり止まりましたね。新規クリエイトでノーマル、団体の変更、ファイトクラブとインパクトさん、あれ？なんで止まんの？なんか設定しないとダメなのかな？
やプロモーターノーマル16団体鬼プロ鬼プロ変更鬼プロをホイットクラブにしてこれちゃんとことは、あれかインパクトさんだけ選ぶと、あれなのかバグっちゃうのか。やっぱそうだな。消し食らった。シャンボリーさんで鬼プロをファイトクラブブリークさんとこで右と天下布を入れますと日本王道ストロングスタイルか、あとはロードランナー出したいからこれをロードランナーにしてジャンボリーさんにしてで、これをファイトクラブするのか。スポンドスタイルじゃねえんだよな。なんだろうな。フリーでいいよ。ファイトクラブさんはストロング。ルチャーこんなもんかな。あ、そっか、天下風はストイックにするか。で、始めればいいのか。一番1500万ってロードランナーより低い。よいしょ。どうなんだろうね。グッズ制作弁当とりあえず軍団
ポンサーとかもつけるんだね。団体提携。ああ、これあれか、マネージャーか。ちょっとまあ一応やってみましょうか。別にいらない。史上最強チャンピオン。速射砲。振り抜きストレート。ああ、格闘家か。良い労働者。次男天涯孤独。確かにマニアックだな。サムな男。ん？なんか翻訳、何かの翻訳をベタに英語をそのまま下手な日本語で翻訳してる感じするな。リアルな前科者。それかなんか2つの単語を適当に組み合わせる感じしてるな。タイプ A、タイプ AB。デビルばっか。悪魔。この方、そこの。あれ少ないの？増えていくのかな、アイテム。なんかそんな感じするな。で、フリーで、サトミが。ああ、は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 あ。あ、少な。タッグシングルだと1234あんま組めねえな。あー、なんでこいつ王道なんだろう。あ、次1人しかいられないの？じゃあ団体提携で。
クラウドランナーと組むか。戻る工業参戦以来、そうなんだ。あ、こうやって有効度お金足りねえような気するんだけど、まあまあいいか。本願寺どこにいんだよ。本願寺28万、高っ。通常買うしノーマル。まあ旗揚げ戦だからちょっとパーッといきますか。ポスター、あれ？うちのレフリーセットできねえじゃん。なんでやねん。最初は若手同士組まして、ちょいっとジュニアで若せーの、タッグ欲しいの。あ、レフリーですが足りねえ。参戦以来、高っ。マジなのか。37万。うおー、これポイントかな。ポイントで値段になってるような気するな。おっ、提携した方がいいな。うおー、たっけ。あー、ウヒュー、これギャラ払えねえ。値段が分かりにくいな。38万って思え。しよっかな。
と知らないレスラー呼ぶかな、せっかくだしな。37万、87万、迷いますぜ、これ。272万。ちょっと87万安く思えてくるな。47万。ん？あ、安っ。バラキがなんか安いぞ。選んだ時点でギャラが分かればいいんだけどな。バラキ呼んじゃおっかな。こんな感じがいいな。あ、断られることもあんの。あら、ギャラが安いからって、あれ、ちゅうかうちのレスラーも酔ったな。よし、まず前座をラリーの12夜で若せーの、いいのかな、いきなり。やはりタイトルマッチとかさ、団体できたばっかで格式もなんもねえよな。よし、都市で大丈夫かな。最初だからサービスか、それともちょっと、うわぁ、予定800しかないな。2000ホールでいいよ。宣伝ポスター SNS 雑誌テレビ、うわー、テレビすげえけど雑誌かな。やっぱ雑誌でいいよね。気にしてきたな。地方会場超満員なんだけど、
京線ぐらいな、都心でやりてえよな。ちなみにドーム、あ、ドーム選べるよね。大怪獣3万。ひえー、これでも満員なんねえのか、1000円で。2300経費が。こんなもんでいっかな。な、無茶じゃねえだろう。あ、これ何、ノイズじゃなくて効果音、スピーカーからノイズが。ああ、まあいっか、いますか、最初の試合ぐらい。1000人しか入ん、2000人の予定だったのに1000人しか入んねえ。はい、じゃあ第1試合からタイトルマッチってまたすげえ話だけどね。あー、スピード遅っ、スピード遅っ。ちょっとスピード変えたい。試合の早送りあるんですね。あれ、スピードは？一旦終了しますよ。スピードはねえぞ。あれ？スピード選べない。工業確認で。やっぱこれノイズじゃねえの。しかも試合スタイル
あー、あった、あった。毎回ゲームスピード選べないといけない。めんどくせえだろ。マジか。あ、間違えた、間違えた、あー、自動進行選ぶつもりだったのに。自動進行、おう、これハイプロのあのワールドの評価システムで成績が左右されるのしんどいな。結局あれって得意技とか久々だじゃん、評価されるからさ、なんかその形にはまったやつとりあえず全部のいい技出せばいいみたいなになっちゃうから、そうじゃねえと思うんだよな。さあ、サスケはまあ忍者サスケみたいな、まあ VR 系ですね。でプロレスは下手みたいな、まあ、で最上の方はもうしっかりそしてテクニシャンタイプ、まだ地味だけど、まあ、強いみたいな感じですね。実力者タイプですな。めちゃめちゃ目つぶしますね。こういう地味なのがいいんですよ。いや、久々出して得意技出してます、ね、そういうサプライズ。徹底した首攻めですよ、ね、それがさっきの方々に繋がるわけです。でまあ、サスケはわざとあの相性の悪い方のジャイアント DDT をセットしてるのはやっぱプロレスが下手だから。そんなか、あ、見せ蹴りで流血させちゃったか。だって相性の悪い技を入れてこうね、コスのデコボコ感を出すみたいな、整ってない感を出すっていうのは、まあ、エディットの面白いところだね。自前のレフリー用意できないちょっとやだな。もう30分経ってる、ないな。1時間やるつもりなんですけど、もう一講義あるかないかですな。お、一生パターンか。あー、リターンズ時代の下田のモンキーフライが、おー返した。ちょっと円髄の空振り多いな。お、危ない。お、お、いきなり、おー、いいねいいね。あー、2発目続けままに行きたかったな。よ、川吉成の下田ですね。ジャックナイフ、あの、死んだ、お、純逆時代下田だ。そうね、流血してるから無理だね。カウンターのスパニッシュフライ強いと思うんだよな。まあ、強いから選んだわけじゃないですけど、大概バツッと真ん中で決まれば、え、評価低っ。
あのタッグマッチとかの方が試合が長引いてこのゲーム上の評価は高くなると思います。なので全員体力が多い分みんな技は出せるんで4人、ね、1対1よりは2対2の方がお互いあのポイントも多分その単純計算で倍になっちゃうんじゃないですかね。だから基本評価上げるんだったらもうタッグマッチとかの長い試合をやらせた方がいいですね。うわでもやっぱ2プラットも体力大中小をね選べればいいんですね。開幕からオレゴとカレーで 3D 天候時勝ったとか言うとなんか強すぎるよ。開幕合体パワーボムね。お片倉を守ったなかなかいい。もうカウント2さっきタッチしたばっかな。あの後ろ頭のジャンピングにはもうエイジェスタイルあれです。あんま似てないですけど。あ早っタッチタッチが早い。あ武田の子強いからな。うまくタッチ返しまくってこのダメージを分散しないと。俺ごと帰ったうん。お、カウントワン。まあうちのね武田がいれば世界外人ぐらいで相手できると思うので早く、ね、海外の団体と対抗戦できるようになるんですね。行かない。あー出た。うわおい。ロープじゃないんだな。伊達をタッチしないともうやばいよ。武田が武田軍だ。上腕落として何もしない。伊達と片倉組はあの伊達がコテコテの WWE の技を持っていて片倉はあのちょいちょい古めのアメリカンスタイルです、ね、リッキースイムボードとかあとはもうクリスチャンのとか、まあ、ちょっとテクニシャン的な
技を知っても派手な伊達を支えるんだよね。伊達はもう大技コースってある意味雑なみんなの西を持ってるみたいな感じなんで、サマーアームからスーパーキックから、風林火山食らった。お、いいよ、超いいんじゃないこれ。お、ああ武田逃げないか。欧州のフィニッシュでスピア方針ですよね、タックルもなんですけど、さあ流れ式、あー切り返す、スライディング D、 ただエルゴー、あこっち早シードロシから、タケダのスピア、タイガーデストロー、うん、あの中田さんのあお前サンダーデスドライバー、サンダーデスドロップ、あれのパロー、さあ足殺し、ここでここに来て足殺し、あロックボトムからジャンピングエルボー、ピープルじゃないですか、一時期あのダイビングピープルエルボーして、ね、エルボードロップ、ダイビングエルボードロップホールやってめちゃくちゃ強くて戻しました、普通のピープルエルボー、なんかピープルエルボーね、ワンセットでホールにするようにしてほしいですからね。さあ FU からまるめこい、あー疑惑のスリーカウント面白い、今ギーカット間に合ってる気するんだけどな、まあ、武田からは取れないから、まあね、突進キャラの真田が丸め込まれたってことで、これ評価いいんじゃないか、フィニッシャーじゃないけど、おーやっぱタック鉄板だな。ゲイトはあれです、棚橋とかイブシとかこうイケメン系でいかっこいいよ、もう贅沢にこう筋肉、あのマッチョボディでこう女性の顔、美少年ってことで女性の顔を流用して技もかっこいいのばっかり入れたっていう、本当に贅沢なキャラです。まあエースだからいいかみたいな、あ足りないのはキャリアぐらい、一応若いってことで能力はそんなガッチガチにはしてませんけど、で北条はもう、ね、小田原城、難攻不落の小田原城みたいな感じでもガッチガチに、そうですね、まあ、天竜とか、まあ、冬木とか、 なんか WAR クリス・ジェリコとか、まあ、そこら辺の、ね、こうそっちの系譜ですね。とりあえず打たれ強くてこう派手な技はないもののこうじわじわと終わらせるみたいな、そういう意味だとね、まあ、北条を相手にするとまあそんなすぐ秒殺とかはないと思うんで、まあ30分ぐらい、それかな、まあ、20分ぐらいね試合してもらえれば観客も満足するんではないかなと。結構展開早いですね、一回スカレーの感じしました、早いよ展開、本当はあのね、あのバズソーキックを空振りしてのムーンサルトがやりたいんですけどね、そういう技欲しいんですけど、
これもまあある意味変形ドラゴンスリーパーみたいな、足決めドラゴンですかな。スリングブレイド、スリングブレイドのねエース感すごいですよね。棚橋しかり、デビットフィニッシュ、クリスデビ、フィンベイラー、ね、そう。ワン、ツー、スリー。デビちゃんとかデビットフィンね。ラッシュデビット。クリスデビ、あれ？デビット。さあ、次はさておき、あとパワー、北条わざとわざと中盤でパワーボムをやるようにして、フィニッシャーにするつもりは全然ないんですけど、その相手にわざと切り返させたりとか、でパワーボムを耐えて逆エビに持っていったりとか、そういう誘うムーブのためのパワーボムです。中盤だけの、本当はね、中技にセットしたいぐらいですけど、じわじわと、すげえ使いやすくていいですよね。小艇ラッシュの方が好きなんですけど、速すぎる、なんかゲーム昔のスーファミだと全然問題なかったんですけど、お危ない、ゲーツオブ小田原が、小田原の鉄門ですね、バッチリと。さあもうモラッチ、あ入った、ちょっと上杉はあの母親が女子プロレスラーってことで、母の女子プロの技を学んでるみたいなところがあるんですな。でもやっぱモモラッチ強いんだよな。さあ、2000人 80% 決定、終止くらいよ。はいはいはい、収入支出、うわ赤字案件、赤字案件、これいいんでしょうかね。あ、タオルいいな。一緒に作っちゃうか。あ、軍団グッズ履けてるじゃん。ゾウさん。しましょう。基
本的にもうショーマンばっかりいいぞ。はい、入団交渉。よし。ああ、そっか、一人ずつか。じゃあセーブしときますか。完成以来で、お、石田がお前、全部引き抜けるでしょ、そんなやったら。高っ。ああ、そうですか。トーナメントやってみよっかな。へえ。地方行くか。タッグにするか。超満員、うん、ポサルか。何やなしそうだわ。高っ。あれなのかな、1000円にしてグッズで売った方がいいのかな。あんま変わんねえもんな、これ。
千円ガクッと減るもんな。まず超満員感を出した方がいいのか。なんかこれでいいような気する。57分。あ、ルールって何だか、ルールだよ。ほら客減った。すげえ98%。 ロードランでいい仕事するな。あー、よくないっすな。いや、毎回これやっぱ時間、毎回設定しねえとダメなのか。あ、感染選手とかいいのか。イエーイ。収入290万で617万。やばい。もうね、しょうがないな。うわあ、軍団グッズ超余ってる。忍者スカウト。いくら足りるのかな。早い。やったやったね。ああ、先に行って、これ道場
ああ金出してよかったのか。安いの呼ばないと。安いのはあれな、インディーだからね。他団体がどうこうするとか調べられるのかな。ナイタン参戦、ここにはサムが行かせるか。ちょっと待って、うわーめんどくせえ、こういうことしないといけないのか。ファンダメントにすると、
ジュアタック、しにくいな。これもやってけねえような気すんだけど、グッズで稼ぐしかねえのかな。すげえ満員で90、ほい、あとキャパの少ないところで満員しまくれば、
あ、こう白いな。ダメやんけ。お、金足りんと思うんだけど。対抗性持ちかければいいんだろうな。じゃあやるか。ああ、一回しか選べないんだ。なんてこったい。怪我が増えてくるわけね。どうしよう、60%って。ねえ、赤字やんけ。ということで、これはもうあかん。厳しい。そっかー、本願寺どこに行ったんだ。そっか、自前のレスラーも最初から決められてんだな。なんか選べねえんだな。ってことは、わざと別の団体作って、絞り込んでから、団体で旗揚げしねえといきなり強いやつばっかりになっちゃうんだな。というわけで、ファイヤープロモーターいかがだったでしょうか。うん、
多分これもう無理しもう一回やり直しますけどまあまあ面白いんじゃないですかね。最初しんどいですね。もう何も交渉とかできない感じで、まあノーマルでこれだからな。まあいいや。まあ次はもしやるとしたらこう半年後、このまあ今1年後ぐらいからねやれればと思います。ではまた。